こんにちは。さあ、豊さん、はい、24日の試合前現在で巨人はマジック4です。はい、今日は試合が24日はないので、25日、ここからまたちょっと巨人の5連戦かな。そうです、始まります。でもこのマジックが順調に消えていくのか、はたまたなんてことがあるのか、今日はその巨人の行方を豊さんに占ってもらおうと思います。まあ、勝てば消えるからな。そうですね、これはもう、現在なんですけれども、残り試合が6と、で、マジック4、うん、4勝すればいいんだよ。そうです、4勝すればいいんです。だから4勝2敗で、巨人から考えるには、阪神はもう絶対5連勝してくると、5勝するよっていうつもり、腹積もりで戦っていくから、巨人としたら絶対4勝はしなきゃいけないという。そうですね、だから4勝2敗という、勝率5割6分6厘、はい、もうここに設定してる。そうです。で、阪神が5勝0敗5割6分2厘、はい、4厘差か、はい、4厘差で勝ち切るというね、まあ、これはもう設定をしてると思う。だから絶対に5連戦の初戦は絶対取りたいというね、絶対取らなきゃいけない、はい、負けからスタートするっていうことはありえない。そんな中ですよ、はい、今日は DeNA と対戦します。ジャクソン投手と戸郷投手というところで、まずここ DeNA と始まるんですよね、最初、はい、厄介だな。で、横浜スタジアムでしょ。そうです、横浜スタジアムです。さあ、ここからどうしていこうということで、まず今日は戸郷投手で、明日も DeNA、 これは明日は巨人、ここがもしかすると山崎伊織投手を上げてくるんじゃないかというふうにファンは予想しています。で、その後、27日中日と当たります。ここでファンは井上投手を持ってくるんではないかと。で、中日はここに誰がピッチャーに来るんだろうと。高橋宏斗投手なのかじゃない。相手がどう考えてどのピッチャーを持っていくかによって全然変わってくるんだよね。で、翌28日土曜日、これ平島となんですけれども、ここに例えば赤星投手とか横川投手をこういうふうにセットで置いてくるんじゃないか。で、29日日曜日、これヤクルト戦なんですけれども、やっぱり日曜日菅小場で行くんじゃないかというふうに予想して、で、最終戦が10月2日水曜日の DeNA 戦なんですけれども、ここは巨人はじゃあ誰が持ってくるか、今空白のままと。いや、もうそら戸郷持ってくる。お、そらそうよ。28のカープ戦、じゃあ横川投手とか赤星投手ではなく、ここにグリフィン投手を持ってきて入れて、ね、2日で終わるんだろ。そうです、2日で終わります。もう最終戦投稿だな。なるほど。さあ、こういうラインナップ、先発ピッチャー、そして対戦チーム見たときに、優勝してたら、いよいよで10勝させるから、2桁行かせるっていうことでですか。それが、まあ、菅野が、争ってたら菅野を買いまたぎ5回の。でも29に投げるとすると31、まあ同率で取れるんだったらいいけどね。勝利数というか、そこにもまあ関わってる。まあ、そういうのもあるけど、まあ、まず優勝決めなきゃいかんからな。はい、このラインナップを見て 1,2,3,4,5,6 試合、これは4勝2敗ではいけそうですか。そんなの分かると思う。占ってくださいまあ、行かなきゃいけないよね、はい、ただジャクソンと K が来ると思う。26、この2つですよね。25、26ね、はい、ジャクソンと K が K 来ますね、はい、で、最後は2日、はい、2日、俺、東が来そうな気がするんだよ、ね、でも、ジャクソン、K は当たってると思う、ま、うん、そうですね、ジャクソンは今日そうなので4勝2敗って簡単にいくけど、言うけど、難しいぞ、結構これ、4勝2敗でいくんであれば、どこで4勝でまずできるっていう、そこの読みになっていきますかね。確実に明日は勝たないといけないよね。今日いわゆる25日で28のカープ、ここはグリフィン予想ですね、はい、勝たなきゃいけないのと、はい、ヤクルト29、はい、ここ菅野投手予想で2日だよ。2日の戸郷投手、これ DeNA と当たりますよ、はい、ここで4は硬いですね。そうすると、いや、硬いかどうかわからないけど、はい、ここで一つでも負けると、うん、やばいっていうことで3勝3敗になる。そうすると阪神が5連勝するとひっくり返る、はい、DeNA 打線2回にカープヤクルトってところですね。神宮でのヤクルトこれは村上様とか怖いですね、一発が。いや、怖いよ、サンタナオスナ長岡、まあ、ただ菅野投手今シーズンいいので、まあ、一発は警戒すると思うんですけど、ここで4勝しておけば、まあ、優勝間違いないので、もうだから戸郷と菅野は絶対負けれないんだよ。
はい、あと一つどっかで拾えばいい。これ戸郷投手と菅野投手、まあ、菅野投手は本当にワンシーズン1シーズン通してすごいいいですし、戸郷投手ももう今いいですよね。今いいっていうか、やっぱ投げてきた相手がエースだから、ずっと、はい、菅野はどちらかというと3番手とか4番手と投げ合いだったから、はい、日曜日ですもんね。いやだからまだ良かったんだよ、はい、でも戸郷のそのやっぱエースとしての働き、うん、エースと同士での投げ合い、はい、これを制してきたっていうことはここまでやっぱ素晴らしいと思うよ、うん、本当に素晴らしいというふうに称賛されるのはあと 2試合、はい、絶対勝つことだ。プレッシャーってどうなんですか？いやそれはあるよ、いつだってあるさ、うん、その量がちょっと多少増えるかもわからないけども、はい、それは勝たないと。そうですよね、存在価値がなくなるよ。2日に予想される戸郷投手が先発の試合までにはもう優勝っていうのを決めておきたいはず2日なですよね、うん、もうあそこまでには。そしたら戸郷を回避するよ。奪三振の記録、奪三振はもう取れると思うよ、普通に投げとくや。東投手が2回投げてしまうと抜かれるという。いや分かんないよ、だって東だって今度の今日の25日、はい、DeNA 戦何個取るかだよね、戸郷がね。ああ戸郷投手がいくつ取るかか。でも東は、ね、1試合で9つも取れないよ、うん、今の状態であれば、うんうん、だって18あるんでしょ。それは難しいと思うよ。最近はね爆発力があるかも分からんけど、今の東は三振取るっていうのを打たして取るっていう方が、うんうん、どちらかというとそっちの方だから、なかなかこう三振出るのは難しいんや。でもそんなことよりもやっぱ優勝だろう。まずそうですね、戸郷はやっぱエースとしてチームを優勝に導かなきゃいけない立場だから、うん、その三振とかタイトルっていうのはこれっぽっちも考えてないと思うよ。これあと早めにもう 4勝をしてしまえば、はい、その後例えばピッチャーローテーション崩して違う予定の人は出てくる可能性ももちろんそこはあるっていうことだと思うんですけど、まああるよね。まあ阪神が負けるとね、それはその交差が強くなるよね。確かにそうですよね、うん、豊さんは何勝何敗で5試合終えると思いますか？いや5割でいいと思う。3勝3敗うん、でいいと思う、うん、それはもう4勝2敗が一番いいし、うん、それは6連勝っていうのが一番いいよね。3勝3敗で俺は優勝すると思う。ということは阪神は5連勝はいっぱいするなっていうふうに思ってるんだよね。いっぱいぐらいは、うんうんうん、まあでも5連勝あるからな、4勝2敗なんか、まあ、もう負けない方が負けないって思えば、うん、4勝2敗、うん、これはなんかこう達成できそうな感じがするけども、今日だよな、結局。で結局さ、戸郷がこけたら、やっぱ次の試合、プレッシャーが相当きつくなるよ。だってもう一つしか負けちゃいけないってもし思うんであれば、戸郷として頭を落としてしまうと、他のピッチャーへのプレッシャーっていうのはありますね。DeNA に仮にですよ、2連敗なんてすることになってしまったら、もうあと全部ですもんね、行かないといけないっていうのは。そうだ。お偉いですよね。そのいやそれは辛いよ。緊張感というか、いややっぱこうやっぱ辛いのが優勝だからね。そうですね。そんなすんなりはいかないですよね。あとはこうなってくると、やっぱ坂本選手の起用の仕方っていうのも一つキーになってくると思うんですけれども、はいはい、あスタートで出したりだとか、はい、代打で出したりだとか、うん、それは臨機応変にやるだろうけども、はい、基本は、まあ、サード坂本スタメン、うん、ファースト岡本、うん、だけどやっぱり打線が弱くなる、阪神戦の初戦、はい、お城が出てないとやっぱ打線がちょっと弱い、うん、厚みがないというかさ、はい、だからそれを考えると坂本を使った岡本がレフトになる、まあ、これは多分ないと思うな。ないですね、それはない、うん、坂本を出すか大城を使うか、はい、まあ、こういう併用になってくるんじゃない。そのたんびに岡本は大変だけどね、一塁三塁ですけどね、まあ、大変だけど、もうここまで来たらしょうがないよね、やるしかない。そうですよね。あと戸郷投手の時にはおそらく、まあね、大城選手が被るとして、菅野投手は小林選手だとして、その他のピッチャーの時はもう全部岸田選手で行くっていうことですよね。スタメンはもうバッティングにかけるっていう風になってくると、うん、大城が被る可能性、可能性もある。井上の時は大城じゃない、やっぱね打線も落としたくないんだよ。岸田のあのバッティングを見てると、うん、2戦目のねリードはね素晴らしかった、うん、もう本当にこの子は素敵なリードするなって、うん、度胸が育てるっていうのはさ、ケラーが投げてるけどもう高めしか構えてないんだよ、うん、中国地で高めで勝負させるっていう、まあ、甲子園っていうね、まあ、球場も あったけども、うん、だからああいうところとかもしっかりしたなんか考えを持ってリードしてるしね、うん、
歴史座のリードは良かったんだけど、あの増田がね、もう血管切れかかって送ったバントに応えられなかった、三振というね、やっぱり大城のバッティングとはちょっと一枚違う、大城を使いたいなっていう気にはさせるよね。あとちょっと話戻っちゃうんですが、坂本選手はスタメンで最初からサードで出てた方がバッティングに生きるのか、それともその代打として打線がってなった時に代打で使った方が有効的なのか。いや、一番生きるのは最初は頭から使う方が生きる。この前たまたま3打席あって得点圏で打てなかったって、これはね、いっぱい経験してきてるよ、彼は、はい、百戦錬磨の男だよ、で現役の中で一番そういうシチュエーションに立ってきた男だよ、はい、それと巨人という厳しい中で、あの1試合でクローズアップされて、やや言われて、やかましょお前見とけみたいな、そんな感じのヒットだよ。それにはやっぱ阿部監督の勝負、坂本に対しての、これからお前いるんだよって、坂本は分かりましたという結果、これは素敵な監督と選手の勝負だったと思うけど、だからそこに勝ち抜いていったから、俺はやっぱ先発で使ったり、5連戦全部出るっていうことはないと思うんだよね、どっかで引っ込めて代打に専念させるとか、そういうことをしながら体力を温存させながら、使っていくと思う、でも最初は出る。今日の試合はスタメンで行くっていうことですよね、あとは外野手も、センター丸選手でライトは浅野選手、このレフトを残り6試合、5連戦も含めてありますけど、これ流動的に行くんですかね。いや、最初はモンテスじゃないの、でやっぱ勝ってりゃやっぱ守備固め、リードされたらその時の状況によっては代打、っていうところで最初にモンテスを使うんじゃない。最初にモンテスを使っても、ただ守備のことを考えるとね、もう絶対落とせないから、やっぱ守備を固めるとしたら、おこいを使うか、っていうことだよね。そうですよね、ただこの DeNA はやっぱり相手も打線がすごいので、点を取られる覚悟もしとくと、やっぱり打線である程度打ってほしいっていう、 DeNA はある程度打ってくるっていうふうに思ってるだろうな、そうですよね、ということはある程度点がいるっていうことだから、最初は攻撃的な布陣ではいくと思うんだよね、でリードすればもう守備っていうところに徹底していくんじゃないかっていう、そうだな、で一方で中日は、でも今ね本当にいい試合ができているんですけれども、中日カープってなると、ここら辺は打線的には DeNA よりかは若干はコンパクトにはなるのかなって思うんですけど、でも中日はつながるからね、今はそうなんですよね、そう分からないよ、やっぱ点欲しいですよね、そうなると巨人も、いやそれは欲しいよ、そうですよね、でヤクルトもそうなってきますもんね、そうすると、そう中日が井上くって書いてあるけど、中日の右打線がいいんだよね、石川にしたって細川にしたって、カリステニムもいるし、そうなってくるとどちらかというと船場様選抜の方がいいんだいや本当に、いやそのぐらい考えちゃうぐらい、右バッターは充実してるんだよ。そうか、そこら辺も悩ませますね。そうそう、頭を、井上の力、発祥の力をね、発祥だって開幕から出てないわけだからな。そうですよね、途中から出てきて発祥してるわけだから、大したもんだよ、目立たないけどね。そうですね、でも本当に今年1年かけて成長したピッチャーだから、集大成としてね、投げさすとは思うけどね。グリフィンが当たるかなっていう28日はカープなので、カープは今ちょっと打線がちょっと分からんぞ、もうお前9月終わりかけだから、そりゃちょっとずつ上がっては来ないとおかしいよ。それまでに DeNA にぐっと離されたとしたら、広島はもうテンションがガクンと下がって終わりかなと思うけども、そうなってくると DeNA が巨人に勝ってるっていうことだからな。そういうことになります、ね、おっさんはセ・リーグ大変なことになってるから、ひちゃかめっちゃかになりますよ、ひちゃかめっちゃかになるから。で、ヤクルト、DeNA とまた最後29、そして10月2日と、重量打線の続くところと当たると巨人はなっていますけれども、直近でいうと25、26、ジャクソン、ケイ、これに対して豊さん、バッティングコーチであれば、どういうふうに野手に対して、バッター陣に対して指示出してますか。ジャクソンは難しいな、ボールに力があるし、ちょっと荒れるしな、力負けするなって言うと、なんかポイント前に出しそうだし、前に出したら落ちるボールにやられそうだし、高めか低めかっていうのははっきりしとけって、工程で決めろって、打つボールを自分たちで。
で高めに力がものすごいあるなと思ったらファールで弾かれてカウント取られるだけだから、うんはい、高めを捨てて低めいくのか、うん、高めの方が打ちやすいっていうんだったら高めをいくのか、うん、高めいくんだったら流しにいける、はい、低めいくんだったら引っ張れって、うん、でそういう指示を出そうかなで K は、はい、いいところを打ちにいくなって、うん、絶対真ん中に1打席の中で来るからスライダーでもまっすぐでも、うん、っていう指示を出すゾーンの中で勝負してくるピッチャーだから、はい、これ出し入れができるほど器用なピッチャーではないだから真ん中付近を待っとけって、うん、それ以外は手を出すなって、はい、もうそのぐらいの集中力がいいな DeNA のファンが聞いたらなんてこと言ってくれるんだって思っちゃったかもしれないというのは嘘だよDeNA ファンはきっとOB なのになんてことを言ってくれるんだって、まあ、そりゃそうだよなじゃあ逆に平等にしましょうここは、うん、逆に DeNA 打線が戸郷投手そしてもしかすると山崎伊織投手が来るかもしれないこの2人を攻略するにはまずどうしたらいいっていうふうにコーチだったら指示出しますか戸郷は最近の傾向として、はい、フォークで攻め出したらフォークばっかりなんだよまっすぐで攻め出したらまっすぐばっかりこれ大事な時に限ってそういう偏りが出るんだよ、うんはい、それを狙うここはもうフォークを徹底してきてるなと思ったら、うん、フォークを狙う、はい、これ平気で4球5球続けるからこれは大城選手の要求なんですか、まあ、戸郷も納得して投げてるまっすぐで攻め出した、はい、ここ徹底してフォークが嫌なんだなと思ってま、うん、っすぐで攻めてくる、はい、偏りの攻めっていうのが最近はハマってんだよね、うん、偏りかけた時にそれをどうやっていかに読むか、はい、これがポイントだよポイント山崎よりは右バッターだな左バッターはそんなに嫌じゃないと思うんだよ、うん、カットだけが嫌でね、うん、あとはこうツーシームだとかそんな嫌じゃないと思うんだけど右だよ、はい、右は打席に近づけって当たるんだったら当たれってそのぐらいの覚悟を持っていかないと潰せない、はい、調子が悪かったら打てるけども、うん、でも10日間空けて、ね、調整してきてるんだったらそれなりのピッチングそれと覚悟を持ってマウンドに登ってきてる近づけて、うん、ここのせめぎ合いの勝負だって言うなるほどこれで平等になりましたね CS 行きたいんだったら、うん、ここ来て当たれって、うんうん、腰ぐらいだと大丈夫ってうって力入れてうんってひねろって、うん、ひねろそうですねいやいや、うん、で塁に出ろ投げにくくしろってで当たった時には怒れってなるほどね行けってプレッシャー与えるっていう、うんうん、行っていいから行けって、うんうん、ベンチが守るから行けって、はい、退場にならないぐらい行けってうん、仕掛けろって、うんうん、って言うと思うもう優勝とかねいやそしたら投げにくくなるんだよ人間の心理としたら、ね、そうですねもう攻められなくなりますよねそこはだから一発はオースティンかなんかゴーンって当てられてオースティンがこんなやろみたいな言ったら投げにくいと思うそっからそこにはもう攻められないですもんね、うん、ということでこれ平等になったもんなりましたもしこれがもうドンピシャ当たって大好評、うんでしたら大好評になるかどうかはコメント欄だけの話じゃんそうですねお前の言うことなんか当てになんないよみたいな言われたら多いんじゃそうよね私あと再生回数が回ってそう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 コメント欄で湧いたらこれ好評につきクライマックスシリーズでもこれやりましょう豊さんが両チームのピッチャーの攻略を攻め方はね、はい、これ平等にすれば大丈夫なので、はい、今日の試合そして明日の試合豊さんの言ってることにもちょっと注目してご覧ください、はいはい